はい、おはよう。ぼんちゃん、おはよう。そして、ジャン君もおはよう。今日は、これから葉山の方にですね、ワンちゃんの撮影に行ってきます。早いよ、今日。5時半にね、目覚ましをかけたら5時29分に目が覚めたよ。で、うるさくならないように時計をオフにしました。あら、ワンちゃん、おはよう。お父ちゃんはもうお出かけしちゃいましたよ。自転車のサドルがね、凍ってたの。すごいね。ポンちゃんのバーバーがね、植木も凍ってるのがあるって言ってたからね。サドル濡れてたの、濡れてると思って、雑巾で拭こうと思ったら凍ってたの。びっくりだね。ポンちゃん。結露も拭かないとね。ポンちゃん、ホカペはあったかいですか？よいしょ。今日はびっくりだね。そしてちゃんくんも、ちゃんくんもおはよう。なんかこれゴミがついてる。よいしょ。おはよう。寒いね。今日も寒いね。エアコンはつけっぱだけどね、君たちのためにね。寒い？大丈夫？寒いとおしっこ行きたくなっちゃうから、また毛布かけようね。ヤンくんの大好きなお父ちゃんは撮影に出かけていきましたよ。でもピーピー泣かなかったね。お利口さんだったね。なんか慌ただしかったもんね。もうちょっとねんねしといていいよ。じゃあね。なんかあったかい？あったかいね。よいしょ。にゃくにゃく。ふにゃく？ほかぺもつけたからね。こっち来てね。じゃあまたね。ほんをかけたら、チュール棒の枕にねんねし始めました。おやすみ、ちゃんくん。東伊豆というところに
違う、東逗子というところに到着いたしました。ここから葉山の方に向かいます。まあいいとこだこと。ブラッシングしましょうね。一個ね、一個一個ね。はい。ジャンク。お腹もしませんか？ん？お腹しない？はい。よいしょよいしょ。お、やだ。あららら、もういいですか。ポンちゃんもホカペの上でねんねしています。あ、くんは、冷たい。カリカリを食べています。偉いですね、ジャン君。欠席ケアのカリカリを食べています。お利口さんです。ごちそうさま。あ、猫臭だが。これエリコさんね、エチカリコさんね。はい、おしまい。ちょっとしか出なかったね。はい、よいしょ。ジャン君、はい。砂をすっかりかけなくなったね、ジャン君。夕方にならないと帰ってこないの。うん。帰ってくるよ。うん。まだね、午前中だからね、もうちょっとかな。はい。今日は毛布の上といい、ホカペの上といい。ちょっといつもと違うところでねんねしたりくつろいでます。なんかジャン君がトイレにまた入りました。はい、なに、はい、頑張れ、頑張ってね、ジャン君。
利口さん、ぽっちゃんの肉球、ぽんちゃんのクロスのお手手してお顔。りゅんくん頑張っておトイレしてね。はい、はい、はい、りゅんくん、はい、まだ帰ってこないんだよ、ごめんね。りゅんくんもこっちおいで。どうぞ。あ、お水ですか。りゅんくん、お水飲みちゃった。お水飲んでね。石を溶かそうね。ぽんちゃんの前にセクシー大根さんを置いたらまんまと乗ってくれました。ぽんちゃんは上半身を高いところに乗せるのが好きです。よかったね、ぽんちゃん。気持ちいいでしょ。ふかふかだもんね、ぽんちゃん。かわいい。してあげるのが好きみたいです。
ちゃんくん、ただいま帰りました。今6時です。これから生配信の準備をいたします。7時までにはできるよね、きっとね。まだ着いて早々なのでクタクタです。今日はたくさんのワンちゃんと戯れてきましたが、我が家ではにゃんこの扱いがちょっとね、犬派猫派っていうのを、もう一回ちょっと考える機会にはなりましたね。猫の飼い方っていう意味では、まあうちの場合はずっと甘やかすで来ました。で、甘やかすことに対して、苦言をいただいたりもしましたけれども、やっぱ猫はそれでいいような気がしています。ただ片やワンちゃんですね、ワンちゃんに関しては割とこうきちんと命令をするっていう形を取れる人じゃないと、いい子には育てられないんだなっていうのはちょっと感じてきました。ダメよとかこうちゃんとこう怒った口調で、指示ができないと、ワンちゃんはちゃんと舐めてきますそういう部分ではね、面白い経験を今日もしてきましたよ。